うわー、なんか今までとは雰囲気がアリ？やっていきましょう、ドレッドクイーン戦。まずここで相手の出方を見るダブヒ。あー、毒か、いって毒か。しかしなんとか一旦目は耐えた。混合力発展、全員混合力さえ張れば火力は申し分ない。あとは防御面だけ。いやー、ヒッポリュテイさんじゃねえ、なんだっけ、デイダイメアさん、やべえな、狙われた瞬間に終わりますね。ダブヒやめて、おしおしおし、あー700はきつい。待て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 、ちょっと待って、混合力クソいて、毒がいて、ラスボス前に LP がやべえことになってる。ダブヒー、あー死んだ。待って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 、本気でやばい。エリクサー、いやー、自利品だな、これは。骨砕き。いった、肯定死ぬ。テラボー、混乱してゆく。動けないし。動くな。あー、動けない。テラボー、状態異常がきっちり。エリクサーで、エリクサーで、肯定起き。骨砕き。わあ、見切りつけてくれよかった。骨砕き見切り持ってたのに。毒。きっちぇ。マジ言うてんのか。しかし、まだ終わったわけではない。エリクサー。いやー、エリクサー投げて。回復。舐めてっかな。天寿観音打ちたかった。火力与えないと。動くな、どうしようもねえもんな。動くなとかあるんだったら先制陣形も悪くない。いやー、しかし先制陣形したらダメージが倍になってしまう。ここは地道にやっていくしかない。テラボー、 LP が大丈夫かこれ。勝ったとしてさ、ラスボス行く前に余計積んでないか。対策しに来たダンジョンで LP3 なってんだけど。ダブヒー、ダブヒー優しいな。お、睡眠は見切り持ってる。エリクサーで立て直し、千切りして、千切りして、順調かもしれん。そして千手観音、攻め時、ダブヒ、オッケー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 、でかい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 。ペロモン見切っていく、オッケー、でっかでっかでっか。そして千手観音2800。ペロモン見切ったっていうことは七英雄の前にここに来れば一応見切れたのか。しかし登録はされないんだよな。もう年代またげないから。骨砕き死ぬか。おお、耐えた。あれか、あざみさんが物理めっちゃ柔らかいのか。あー、宵闇だっけ、多分宵闇が柔らかいんだな、物理。まあ力帯びしてるしな。エリクサー、そして千手観音、しかし毒がエリクサーで解除できんのは美味しいが。あー、アザミさんの LP2 っすかこれは。
死にますよね。アースヒールハイリエ、いや最後死ぬ前にエリクサーだけ打って死ぬか、それはありがたい。 LP2、 さあ陣形が崩れたから逆に先制できる。ダブヒー、うわーやばい。催眠は効かないがダメージやべえな。エリクサー、いやー、高校陣形、皇帝、ほぼ瀕死。エリクサー投げて、もうあとは攻めて良さそう。さあ、落ちてくんねえかな。さすがに、うわー、高校で動くのはきつい。テラボー。さすがにそんなに HP 低くないよな、多分。やっと半分くらいかな。天寿観の、しかしさ、さっきの七英雄、ラスボスよりはさ、可能性あるよね。オッケー、ダブヒ、でかいでかいでかい。竜林の盾。毒はもう、エリクサーあるし、そんなにやばくないのかもしれない。骨砕きで一発で落ちるのが一番やべえか。千切り、あー勝ったー、よっしゃー勝ったけど勝ってしまったよ。どうすんのこのあさみさん LP2 よ。いや勝ったけども、え、第二形態とか、いや、え、せっかく優しく殺してやろうと思ってたのに、こうなっては手加減もできぬ。成虫になってしまったー。マジかー。手加減してたのか。生物の限界を超えた真の力、見せつけてくれるわ。嘘だろ。めっちゃ大美しい。いやー、LP2。混合力から積んでくか。いや、混合力積んだ一旦目で終わるかの。おお、見切った。でかい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 。つむじ風、コークスクリューってどう考えても女性特攻やん。死にますよそれは。つむじ風耐えて、お、一旦目かなりいい感じにやり過ごすことができたかもしれんね。回復はもう皇帝だけで良い。エリクサー、ユノーさんの術ポイント高いとはいえ、もう結構減ってしまっているかな。ここからは千手観音、ユノーさん術まだあるね。81。打っていこう。で、千切り打って、千切り打って、そして千手観音。お、コークスクリュー、よかった。女の子じゃないところ危ねー。女性特攻ロマサガ3基準だったらコークスクリューは女性特攻ついていた気がするから、女性に来たら多分即死っすね。しかし成虫になって本気出したと言いつつ、むしろさっきまでの方がやばかったという説まである。サイクロンスクイーズ、あー事故だ。おー結構見切ってる。いやーなんかいける気がする。千切り、第三形態とかさすがにないよな。うわー危ねえ。耐えた。耐える、そこ40。オッケー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 。そうか、宵闇は術耐性めっちゃあんのか。物理が弱い。アースヒール、そしてエリクサー、エリクサーで立て直ったでしょう。
さあこっから攻めていこう。いやーどうなんだろう、ステータス下げていくんだったら喝殺獣人賞下がるのかな。これは一応狙っていこうか。で千切りして千手観音、ペイン大丈夫なんじゃない、スタンか。わー地獄爪と合わさってデイダイメアさん死亡すかね。ステータス下がってんのがよくわからんな。全時間の、いやーエリクサー間に合わないかな。あー終わった。いやーきっちい。まだエリクサー打てるから、ピン、耐える、よしよしよし、あーよし耐える耐える耐える、そこはオッケー。あーぶねー、ギリ耐え3700。皇帝以外は復活か。いやーしかし高校陣形で皇帝の HP がないっていうのは相当心もとないが、ここから攻めていく。間違えた、あぶねー。千手観音、ペインは優しいな。スタンするのが厄介だが、地獄爪殺法。いやー、見切り持ってんだよな。覚えさせてくれよかった。多分、地獄爪は、もうみんな覚えられる。登録されてますよね。そして、そろそろ終わるんじゃないか？いけ、押し切れ、大丈夫、耐える。スウォーム、虫ではない。わあ、我々虫だったかもしれん。結構痛いな。しかし、エリクサー2発入り、ギリギリで崩れてはいない。ああ、終わんない。いや、頼む。コークスクリュー、あー女性特攻か。あ、あざみさん完全にお亡くなりになった。 LP0、 もうこっからは人形効果なし、4人の戦いになってしまった。いやー厳しいか。コークスクリューは女性特攻だ。あーさらに地獄爪。 LP がやべえ、千切り入って、わーサラマンさんも結構瀕死。うわーコーク、おナイス。あーそれは痛い。エリクサー皇帝起きるが、 LP は3。しかし悪くないかもしれん。千手観音、あーエリクサー結構やばいか。もう術ポイントないから、皇帝でエリクサー投げて、ユノーさん攻撃力心もとないが攻撃してもらう感じかな。あとはもう攻めて行こう。ペイン死ぬか。まあ仕方ない仕方ない、そこはいいわ。回復入ってるし、スパイラルチャージ、いやー勝ってーな。金色だもんな。セイントセイヤなんとかの誠意なんだっけ。セイントセイヤ見てないんですが、アバロンの誠意ゲットした時にセイントセイヤってコメントあったんですよね。誠意って書いて、なんて読むんだろう、セイントセイヤ。さあ、ペイン。ナイス、耐えた。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いけるでしょ、さすがに。そろそろ、つむじ風。いや、優しい、優しい、優しい。それは優しい。スパイラルチャージ。
もう元々人形などない。皇帝で回復かな。うわー、技ポイントない。もう皇帝はエリクサーさんになってしまった。まさか技ポイントなくなることがあるとはな。エリクサー、皇帝は相当技ポイントあるよ。1000。うわー痛い、地獄じゃない。うわー痛い。ファイナル。あー厳しいか。毎ターン1000回復、999回復。いやー、皇帝の技ポイントがない中で削り切るのは厳しいかもしれん。生命の水でちょっとごまかすしかないかもしれんね。チョンパー行って、そうか、陣形ないからダメージやばくなったのか。いやー、第二形態か。結構いいとこまで行ってたと思ったんだけどな。さあ、エリクサー投げ、もう自利品。いやー、ダメ。地獄詰め、わー、自利品。ナイス盾。もうほとんど削れてないよね。あ、倒した。やった倒した。世界で最も恐怖されたこの私が破れるのか。最も恐れられし者、七英雄が恐れたというアリかな。七英雄などと浮かれていられるのも今この時のみよ。世界の敵は我らだと思っておるのだろう。モンスターを殺し尽くせばそれで世界は平和になると。確かめに帰るがよい。私もお前たちと変わりはしない。はあ、怖え怖え怖え。クイーンの証、これ夢なんじゃない？これもう一回言ったらさ、なんか倒れて、そういうことですよね。怖え、終わらねえ。終わらない戦い。ちょっと待って待って、ね、怖いんだけど、クイーンの証は消えない。果たしてこれは謎。クイーンの証でさ、なんか作れない証じゃ作れないか。この門どころが目に入らぬかみたいな。ダメですかね、七英雄引いてくれませんかね。いやー、しかしさ、ラスボスの対策のために行ったダンジョンでボロボロよ。これさ、ちょっとリセットしよう。いや、クイーンの証がめっちゃいいもんだったかもしれん。しかし、まずはラスボス。これ。いやー、ちょっと、リセットして、ラスボス活かしてくれ。一応、能力は、体術36、槍37、剣31、そこそこ上がったか。そしてさ、さっきさ、ユノーさん、めっちゃ毎回なんか死にかけだった気がするんだけど、気のせいかな。黒柄があんま強くない説、単純に狙われただけかな。てか、あざみさんも弱かったね。宵闇も微妙なのかもしれん。黒柄をさ、ヘビースーツっていう選択肢、どうなんだろうね。ハルモニアより多分ヘビースーツ。いやー、力帯舐めすぎかな。強化服。いやー、むしろあれか、あざみさんが今宵闇で柔らかいのか。そしたら、強化服はむしろあざみさんにつけてあげ。そしたらシスはどうするか。いやー、まあ武道着かな。
微妙、今更武道着？そんなんでいいのか？いや仕方ないか、武道着にしておこう。力帯悪くないが、やっぱラスボス行くのに防御捨てんのは愚策な気がするんだよな。今過信防御やるしね。そして最も迷うのがこれ、ディスティニーストーンを、剣にするか、もしくは防具にするか。いやーめっちゃ迷う。防具作りたいんよ。防具作りたいが、今変えたいのが常闇なんよね。常闇さ、体術系あざみさんが常闇から鎧にしちゃったら重くなるじゃないですか。体術と相性悪いじゃないですか。そしたらさ、今ムーンライ弱いし、剣が欲しい。デイダイ、あ、そうそう、コメントでありましたが、これ、ずーっと、デイダイメアって言ってましたが、デイダメイヤさんでした。お前ダメイヤだったのか。というわけで、私、あれ作ります。ディスティニーストーンソード。あ、そういうこと？戦闘必要？音やば。え？大丈夫？ジェバンニが一晩でやってくれました。夜になりましたが。わー、戦闘いらなかった。セブンスソード。ディスティニーストーンソード、セブンスソード。さあ、威力期待だな。ムーンライから、63! 63か。いや、正直、あ、でも、竜林の剣より強いか。いや、最強だわ、これは。さあ、そして最重要、見切り。見切りは、ソウルスティール、睡眠だけは、多分全員についているんだが、骨砕きとか、とりあえず、見切り系はこんな感じかな。ソウルスティール、睡眠、骨砕き、水取り。これは全員覚えさせた。で、あとは、極意化してないから、こう、地獄爪殺法とか欲しかったんですが、覚えてる人が限られている。で、ちょっとね、1枠、極意化してないんで、見切り足りなかった部分は、当日、ひらめいていきましょう。乱れ雪月下？ここに来て？いや。体験技なんだが、せっかく作ったセブンスソードで打てない。マジか、セブンスじゃなくてむしろこれは防具にしておけばよかったかもしれん。圧勝。ソードバリア、混合力、完璧な対策。そしてきた、七英雄。集まってきた。こっからなんよね。よーし、やっていこう。戦闘陣形はムーフェンスにして、技ポイント、術ポイントは全部回復した。LP か。LP 回復していないが、まあいいんじゃないか。で、スキル系は40台、メインスキル40台。後から育てたやつが33とか若干低いか。さあ行くぞ、七英雄。同化の方 VS 伝承法、やって行きましょう。ラスボス七英雄リベンジ戦。